うまいまいさん2000円、なんだ油汚れか、頑固じゃねえよ頑固じゃねえって、まったくどんだけスポンジでこすっても落ちないってともくんさん2000円、しのぎまワールド無理なんだから、お前もいい加減に脱げ、いや僕はできません、ちょっと僕はできないですごめんなさいね。続いてのコメント、うまいうまいさん5000円、次の5000円が来るまで左の鼻の穴に人差し指を入れとくのはどうでしょうか、ごめんなさい今日はちょっとできません失礼なんで失礼なことはしたくないんだよね、あんまうーん、でも頑張るからうまいうまいが飽きないでせっかく応援してくれてんだから一瞬やるからこれで勘弁して続いてのコメント、うまいうまいさん5000円、次の5000円までに左の鼻の穴に小指を入れとくのはどうでしょう、さっきが無理だったんだからこれも無理だろうなんで小指だったらいいと思ったんだよ小指だったらいいとかないからさで次の5000円も君が送っちゃってるからでちょっとやるから許してよなんで小指だったらいけると思ったんだろうそれが気になりますけどね人差しが無理なんだからねなんで小指はいけたんだ続いてのコメント、うまいうまいさん2000円、じゃあ思い切って拳はどうでしょうか、それは物理的に入りません物理的にできないことは指でもギリギリなんだから拳こういかないでしょ物理的に無理なことは無理だよねえごめんけど何指でも無理なんだから拳は無理だろう続いてのコメント、うまいうまいさん2000円、顔からローション分泌できるの珍しい、これ天然物じゃないのよカピカピの顔に毎回塗ってんのよ丁寧に塗るんだから漏れがないように続いてのコメント、小林さん2000円、犬と猿とキジに賄賂を渡した桃太郎に退治されて身ぐるみ剥がされた人ですか、とりあえず違いますファンタジーの世界で生きてないんで違いますねその大人桃太郎やめてください続いてのコメント、藤井聡太さん3200円、先手48、床をな後手27、頭をな先手負けました、どんな勝負だよだから肝将棋やめてよ肝将棋だけやめてくれよ藤井聡太にも謝れ続いてのコメント、豚丸子さん600体バーツ、タイトリビア世界一おいしくないと言われているサルミヤッキをはるかに凌駕するお菓子がタイにある、何ですかこれヘイトはなんないよサルミヤッキが分かんないからまずサルミヤッキを知ってんだったらまだへーって言えんだけど続いてのコメント、小林さん2000円、岡山駅東口の赤いポストの上に乗って何やってんの、普通に椅子に座ってます東京の家の椅子に座ってますどこに見えますかね赤感がないと思うんですけどジグネーさんさん2000円、うんこ食っている時にカレーの話しないでください、逆逆逆キュン式の逆ね逆キュンね続いてのコメント、矢野真さん2000円、間違っているとは言えないので調べてください、もしかして騒音トラブルを起こしてしまいましたの動画の方ですか、どうぞ、ま、これは間違ってないよこれ合ってるよ間違ってるとは言えないよね本当に、もうそれ以上でも以下でもないよこれ合ってる全然間違ってないんでね続いてのコメント、ともくんさん1万円、赤スパもらったら脱ぐ、しのぎまワールドみたいにてめえも脱げやだ
ごめんね。ただ着実に世界一に近づいてるから。いいよ。前も1万円払っても脱がなかったでしょ。なんで今日は脱ぐと思った。続いてのコメント、毛深いパパさん3200円、初見です、間違ってたらすいません。ストリックランド教頭先生、過去からデロリアン乗って現代に来てくれたんですね。うん、どうぞ。違うよ。バックトゥーザフューチャー出てないよ。勝手に出さないで。違うからね。でパパは大抵毛深い。続いてのコメント、豚丸子さん400タイバーツでまだまだいくよ。いけるよ。諦めたら終わりだから。うまいまいさん2000円、地獄先生ヌーベに出てくる肉人ですか。どうぞ。鬼の手で倒されないわ。ヌーベにやーってやられないわ。鬼の手でもう葬られないわ。妖怪じゃないからね。ツネオバナナさん3000円でまだいけるんじゃない。これはいけそうだよ。やっぱ後半の追い上げね、みんなの。頼もしいね。もうちょっとやってみよう。行きたいんだもん。続いてのコメント、小林さん2000円でそう来なくっちゃ。さすが小林。追い上げるよね。まだ分かんないから。だからやめらんないのよ。まだ分かんないんだもん。どうなるか。小林さん2000円で最高じゃん。もう分かんないじゃん、本当にこれどうなるか。小林さん2000円でどこまで行くの。止まんねえじゃん。1いけるよこれ。行くしかないだろう。悪いけど行こうよ。スネオバナナさん3000円でありがとう。君もすごいじゃん。本当にいけそうじゃん。ありがとう。小林さん5000円で本当にありがとう。すごいじゃん。後半に止まんないじゃん。もう本当にいけんじゃないこれ。ちょっと今日諦めかけてたけどいけそう。ありがとう。スネオバランさん3200円、ドアップの泣き顔怖いです、ごめんなさい。申し訳ない。良かれと思ってたんだけど、良かれと思ってやったんだけどな。申し訳ないな。続いてのコメント、クワイエットさん2000円でもう泣くのやめます。嫌な人がいるみたいなんで非常に申し訳ない。ありがとうね。スネオバナナさん8000円、彼氏に使うお金は矢野さんへ、最後に置いときます、彼氏によろしく。彼氏によろしくお伝えください。謝っといて。ごめんね。ありがとうね。いやーこれいけるんじゃない。KSN さん5000円、これで脱ぐと聞いてきました。もう終わりです。25分延長してんの。ごめんなさいね。5000円握りしめて来てくれたのに。もうすでに延長してんのよ。本来もう終わってんのよ。金額関係なく脱がないのよ。ほんで君来たことあるからわかるでしょ。写真刺さってて草、これ地毛ですね、はい。顔出ししてください。ギャン出ししてますね、北の偉い人ですか、日本の偉くないフリーターですね。